1年ぶりの新曲根っこの10月21日0時より配信を開始した。また同時にメンバーの自然体な姿を収めた新アーティスト写真も公開。本楽曲は TBS 系10月期の毎週日曜夜9時に放送されている、主演神木隆之介の日曜劇場海に眠るダイヤモンドの主題歌としてキングヌーが書き下ろしたミドルバラードとなっており、10月20日のドラマ初回放送にて解禁され、大きな話題を呼んでいる。なおキングヌーは9月25日に初の映像作品キングヌードームツアーザグレイテストアンノーンアット東京ドームを発売しており、その反響を受けて2024年1月に開催されたキングヌードームツアーザグレイテストアンノーンの東京ドーム公演のライブ音源を10月4日より配信している。また同タイミングで常田大樹が2021年8月にストーンズへ楽曲提供したマスカラのセルフカバーもフルサイズで配信スタートしているので、合わせてチェックしてほしい。さらにオフィシャルファンクラブクラブ GNU の会員を対象としたツアーキング GNU ライブハウスツアー2025クラブ GNU エディションの開催も予定している。大阪、名古屋、福岡、東京、札幌と5都市のゼップを回り、ファイナル公演は3月26日水曜日、27日木曜日に東京ガーデンシアターで開催される。彼らが全国のゼップでワンマンライブを行うのは2019年以来約6年ぶりとのことだ。リリース情報ストリーミング配信根っこ https://kingnu.lnk.2/nekk をストリーミング配信キングヌードームツアーザグレイテストアンノーンアット東京ドームライブ音源 https://kingnu.lnk/2/secret.unknown.tokyo-dome ストリーミング配信マスカラ https://kingnu.lnk.2/マスカラ